はい皆さんこんにちは清水信一ですいつも YouTube チャンネル見てくださってありがとうございますえー、今日はクッキーシリーズ第3弾ということで紅茶のクッキーを作っていこうと思いますえー、紅茶はダージリンでもアルグレーでも、えー、何でも構いませんけれども今日こちらではダージリンの茶葉を使った紅茶のクッキーを作っていこうと思いますよろしくお願いします清水信一マネジメントチャンネルもよろしくお願いしますははいでは えー、最初に紅茶の茶葉を煮出していきますまずは水それから紅茶の茶葉です今日はダージリン使ってますこちらを手鍋に入れて、えー、沸騰させて紅茶の葉っぱが開くまで煮出していこうと思います はい、お湯をもう茶葉が全部吸い切ったらこんな状態ですねボウルに移しますはいこれにラップをかけて茶葉を蒸らしていきます はい、茶葉を蒸らしている間にクッキーの生地に直接入れていく紅茶の葉っぱを刻んでいきますミルサーに入れて細かくしてもらっても構いません はい、では三分間蒸らした茶葉。ええー、葉っぱがしっかりと開いてくるまで蒸らします。そしたら、これを。裏ごして、紅茶のエキスを。抽出していきたいと思います。はい、茶葉を。押しながら、紅茶のエキスを抽出します。 はいではまず最初に粉糖を振るっていきます毎回同じ説明になりますが、えー、粉糖は必ず振るってから使用します粉糖を使うことでサクサクとしたちょっと脆い食感のクッキーに仕上がりますので、えー、今日は粉糖を使っていきます少しね固めのクッキーの食感にしたいザクザクとした食感にしたいという方はグラニュー糖に置き換えてもらっても構いません はい、では続いて薄力粉をふるっていきます。 はい、紅茶ののクッキーの生地を作っていきますますずバターですバターを常温に230分ぐらい出しておくとこんな感じでまあ指が入っていくぐらい柔らかくなりますより柔らかくするためにあの、まあ、ナイフでもカードでもいいんですけども細かく切って常温に置いておくともっと柔らかくなりやすいですね短時間で。 このぐらいの硬さにまでしておきます。はい、このバターを手のひらで少しこう握りつぶしながらバターの塊がないように均一に柔らかくしておきます。 えと砂糖を加えてからダマ、えー、を取るのは難しくなってきてしまいますので砂糖を加える前にダマのない状態にバターが全体が均一の柔らかさになるようにしておいてください。粉糖を入れます この時も少し手のひらで軽く握りながら混ぜていくと粉糖がバターになじみやすくなります、はい、こんな感じでダマのない状態に混ぜておきますはい続いて卵黄を加えていきます卵黄をほぐしてバターに加えていきます ゴベラの面積が広い面を面を使ってすり合わせるように押しつぶすような感じで卵黄をなじませていってくださいこんな感じです、はい、ではここに先ほど抽出した、えー、紅茶のエキスを加えていきます 水分が入りますのでバターが分離状態になってきますがこの後粉を入れることでつながってきますふるった薄力粉を加えていきます はい、こんな感じでそぼろ状になってきたら、えー、もう一度手で生地を混ぜあのまとめていきます。 はい、生地がまとまってきたら最後に刻んだ紅茶の葉っぱを加えます。 はい、では出来上がった紅茶のクッキーの生地をラップに包んでいきます。 はい、このように少し平べったい感じに薄くまとめることで冷えやすくなりますのでこういう状態にして冷蔵庫で固めます、はい、では紅茶のクッキー冷蔵庫でだいたい1時間半から2時間ぐらい休ませてしっかりと固まりました今からこちらを成形していこうと思います はい、テーブルに軽く強力粉を振ります生地をここでもう一度全体をしっかりと混ぜて均一にしていきますだいたい半分ぐらいに分割をして丸い筒状に形を作っていこうと思います このように一番簡単な棒状の。棒状に成形をして。後ほど焼いていきます。はい、もう一本の方も同じように、しっかりと生地をまとめて。棒状に伸ばしていきます。 はい、このように成形したクッキーこちらをもう一度冷蔵庫でしっかりと冷やし固めてから後ほどオーブンで焼いていきます、はい、では紅茶のクッキーカットしていきます1センチにカットしていきます はいでは紅茶のクッキー1 6 0度に予熱をしたオーブンで焼いていきます。 紅茶のクッキー160度で19分で焼き上がりましたはい、今日も最後まで、えー、見ていただいてありがとうございました、えー、面白かった勉強になったという方はぜひチャンネル登録それからいいねボタンよろしくお願いします、えー、もっともっとお菓子作りを本格的に学びたいという方のために概要欄にホームペストリーというものがあります、えー、そちらは有料の、えー、会員さん向けの生配信のお菓子教室です